ヨハンフリードリヒ・オベリンヨハンフリードリヒ・オベリンは、アルザス出身のドイツ系フランス人牧師、慈善家、社会活動家。ルター派のギムナジウムの教師ヨハンエオルクオベリンと、その妻、マリア・マクダレーナの子供として、ストラスブールに生まれる。故郷の町で進学を学んだ彼は1763年に、博士号を取得し、1766年に、バルダースバッハの牧師となった。 当時のバルダースバフ派は、低開発の谷間の土地であったが、オベリンはこの地の果樹栽培や農業生産を改善し、道路と橋梁を作り、友人のヨハン・ルーカス・レグラントの援助を受けて、工場会社を多数設立してこの地区の開発を進めた。また彼の主導で、児童学校が建てられ、彼の助中であったルイーゼ・シェップラーが、その指導に当たった。オベリンの教育理念は、 子供に対しては厳しすぎず、常に優しい行為を持って、しかし侮ることなしにというものであった。彼は農業生産者のために教会を作り、近代的な農法の指導も行った。彼の社会事業は女性の就業への道を切り開くものでもあった。オベリンがバルダースバッハにやってきた時、5つの村に生活に困った80から100の家族が住んでいるだけだったが、 19世紀の初めには3000人が生活できるようになっていた。オーベルリーンのであった最も大きな試練は1816年の基金であった。オーベリンは死去後、ウアバッハに埋葬された。1778年1月20日から2月8日にかけてオーベリンの元に統合失調症にかかっていたッカヤーコプ・ミハイル・ラインホルト・レンツが滞在した。オーベリンは 彼の様子を詳細に手記に書き留め、後に、この手記を元にして、ゲオルク・ビューヒナーが、中編小説、レンツを執筆している。1833年に、アメリカのオハイオ州に、オベリンの名にちなんだオベリン大学が建てられ、町にも、彼の名前が付けられた。東京のオベリン大学の名もこの大学に習って、付けられている。また、バベルスベルクでは1871年より、 オベリン協会が整形病院とその付属学校からなるオベリンハウスを運営している。ミュンヘンのパージングにはフリードリ・ヒオベリン基金によって創設されたフリードリ・ヒオベリン上級専門学校がある。ありがとうございます。